の親父の代からなんですけど、私が2代目で、50年ですかね。まあ会社になってからは創業30年ですけど、まあうちが力を注いでるのが、この切れ長ゴイというやつで、ニシキゴイのくぐりかどうかはちょっとわからないんですけれども、まあ一生懸命やってます。ヒレの成長具合が難しくて、大きくなればなるにつれて、まともに伸びる魚がいないっていうので、なかなか残る確率が錦鯉よりも低くなってるかもしれません。送った先でも丈夫でいるかいないかってなんで、やっぱ健康面、丈夫な魚を作りたいと思っています。じゃあこれはずっと昔からやられて、それは最近なんですか？これがね、俺が小学4年生の頃なんで、42年ぐらい前かな。じゃあ先代がやられ始めたのは、コイで、まあ、うちの親父がコイを大きくしたいと、はい、でインドネシアにそのヒレナガゴイっていうので大きくなる種類がいるっていうので初めて導入したんです。ああ、なるほど。そこからまあ、残しで改良しつつ、ここまで品種を揃えます。金魚と同様で、やっぱりヒレが長くてキラキラしてて可愛く見えるっていう感じです。まあ、コロナ禍ですけれども、ぜひまた新潟に、コロナが収束してからまたぜひいらしてください。お願いします。